おお、みんな、ウミネコの鳴く頃にお疲れさん。やれやれ、わけがわかんないうちに物語が終わっちまったな。つまりなんだ？あれは結局犯人は暴けず時間切れのバッドエンドでしたってことなのか？おお、きっとバッドエンド。おお。そうだね。1日目の夜にマリアちゃんが読んだベアトリーチェの手紙に自分の謎を解いてみろとちゃんと予告してたもんね。僕たちは自衛や犯人を探るのに忙しくて全然その謎に挑まなかったし。そうですね。ちゃんと碑文の謎に挑んでいたら違う結末もあったのでしょうか。それはどうかな。シャノンちゃんもお疲れ。お茶の給仕なんてしなくていいぜ。何しろここはお疲れ様会なんだからよ。ひでえ目にあった者同士、仲良く傷の舐め合いをしようぜ。ベロベロベロ。ひでえ目って言ったらシャノンがぶっちぎりだったぜ。綺麗どころのキャラだからてっきり最後まで生き残るかと思ったら一番最初に殺されるし、しかもなんだっけ、顔面を半分砕かれてたんだっけ。最悪だよな。そういうお役目でしたら、その仕方ありませんし。姉さんが気にすることはないよ。お嬢様方もラストのエピローグを見る限り相当悲惨な最後を遂げられたようだしね。どうもそうみたいだね。なんだか全身を食いちぎられてバラバラにされたみたいな恐ろしい描写があったような気がするよ。それを言ったらカノン君の最後が一番かっこよかったと思うぜ。返り討ちとはいえ犯人と一騎打ちだろ。俺らのよくわからん最後よりは数段マシだぜ。結局何も歯が立ちませんでしたが。でもカノン君の死は大きなヒントになったと思うな。だってあのせいで19人目の存在が明らかになったんだから。そうだね。あの時点では全員の所在が明らかだった。だからカノン君を殺せるのは未知の19人目しかありえない。おお、マリアは最初からベアトリーチェだってずっと言ってる。うん。信じたくはねえけど、ベアトリーチェを名乗る魔女が犯人ってことになるんだろうぜ。そうですよね。人にはできない不思議なことがいっぱいありましたし。うん、エヴァおばさんの密室殺人とか魔女にしかできない、人間にはできない。うん。19人目が存在することが明らかで、しかもその人物は人間では考えられない力を持っている。となればその人物をベアトリーチェと呼んでも差し支えはねえだろうぜ。多分僕たちはラストで出会っているよ、黄金の魔女にね。だからマリアはベアトリーチェがいるってずっと言ってる。みんなずっと信じなかったからダメだった。うん、信じないと奇跡は起きないって友達の魔女も言ってる。うん。そうですね。ベアトリーチェ様は敬う者に寛大だそうですし。マリア様は恐ろしい事件が次々と起こっていっても最後までベアトリーチェ様の脅威からは外されていたように思います。マリアは一番の最初からベアトリーチェを信じてたもんな。でもそれじゃあ同じように信じてたカノン君たちも殺されたのは納得がいかないぜ。それは多分ベアトリーチェ様なりのご都合があられたのでしょう。碑文の歌がベアトリーチェ様の復活の儀式を意味するものなら大勢の生贄が必要だった。その一人にご指名をいただけたということなのでしょう。シャノンちゃんはひどい最後だったよ。せめてもう少し綺麗で安らかな方法もあったろうに。まあその痛かったわけじゃないですし、それにほら今はこうして全然平気ですから、へっちゃらです。でもこう言っちゃなんだけど、僕はてっきり本格ミステリーだと思ってたからね。ファンタジーだと分かってちょっと驚いてるよ。遺産をめぐる外界から隔絶された孤島の洋館ものなんて推理ものの王道だと思ってたからさ。ふーん、ファンタ
じゃない、ベアトリーチェはいるの。おー、ええ、わかっています。ベアトリーチェ様はいらっしゃいます。そうですね、ベアトリーチェ様はいらっしゃいます。悔しいが認めざるを得ねえよな。19人目の魔女の関与は明らかだしな。人間には不可能なことをいくつもやってのけてる。劇中の僕らはそれを否定したくてあれこれと考えたけれども、今ならはっきり言えるよ。どれもいずれも全て人間には不可能な犯罪だった。魔法の力を使いこなす魔女のベアトリーチェにしか成し得ない犯行だよ。犯人は魔女だった、その一点において何の曇りもねえぜ。ベアトリーチェ様万歳ってわけだ。みんな信じた。マリアは嬉しい。神様も魔女も怖がる人には恐ろしい存在かもしれませんけど、信じ敬う人にとってはきっと慈しみのある存在に違いないと思います。姉さんの言う通りだと思います。じゃあさ、せっかく殺人事件ごっこは終わったわけだし、ここで気を取り直してちゃんとベアトリーチェの言う通り秘文の謎に挑戦してみねえか。賛成。きっとベアトリーチェも喜ぶ。劇中ではみんな無視してたからね、あの手紙は。せっかく出題されたのにほとんど無視されて、なんだかかわいそうですね、ベアトリーチェ様。秘文のメモがある。みんなで謎解き、みんなで謎解き。物語は多分この時点から間違ってたんだろうね。そうかもしれません。私たちはベアトリーチェ様のご指示通り秘文の謎に挑むべきだったのかもしれません。まあすっかり遅くなっちまったけどな。今からでも再挑戦するってことで魔女様には許してもらおうぜ。ささ、秘文の謎に挑戦してみよう。何何、懐かしき故郷を貫く鮎の川。ちょいと待てよ、お前ら。お前ら、さっきから聞いてりゃ、何を思考停止してんだ？なんで魔女の仕業ってことで決まってんだよ。そんなのあるわけねえじゃねえかよ。だって、明らかに人間には無理な事件だったじゃないか。そうだぜ、そうだぜ。どの事件も人間には無理なことばかり。そうですよね。だって人間じゃ説明がつかないことばかりじゃないですか。バトラ様が何を言い出すのか僕にはわかりません。お前たちこそ、何を口々に言い出すのかさっぱりだぜ。こんなの人間が起こした事件に決まってるじゃねえかよ。魔女なんているわけねえだろ。じゃあ、私が倉庫の中で殺されてた時、顔の半分をひどいことにされていましたが、あれは人間が犯人なら、どう再現するというのですか？そりゃ、どうやったらあんなひでえことができるのか、ちょっと想像はつかねえけどよ。でも、あそこはバラ庭園の倉庫だぜ。きっと、中に妙な道具とかがいくらでもあっただろう。わかんねえけどよ。例えば、電の子とか、グラインダーとか。そんな電動工具でも使ったのかもしれねえじゃないか。それは、
じゃあバトラー、爺様が密室の書斎から消え去っていたのはどう説明するんだよ。扉は封印されていたのに、爺様は忽然と消え去ってたぜ。その話は劇中でも出ただろ。爺様が何らかの方法を使えばレシートをごまかすことは不可能じゃない。あるいは窓から出て、あるいは落ちて、夏日おばさんが窓を内側から施錠した可能性もある。別に魔法を使わなくたって、他にもいくつか手は思いつくだろうぜ。それはそうだけどよ。ならバトラ君、僕のお母さんたちが客室の中で殺されていたのはどう説明するんだい？扉には鍵もチェーンもかかってた。無論窓もね。どうやって人間に母さんたちを殺せたって言うんだい？まあ確かにそのトリックは劇中でも保留になったままだったな。とにかく犯人は鍵だけは持ってる可能性が高いからな。チェーンに許される程度の扉の隙間は確保できたわけだ。非常に苦しい話だが、その隙間から何かの仕掛けを施した可能性はあり得るな。いや、あるいはその隙間から何かを出したとか。確かにチェーンってのはえらいシンプルだが、密室を構成するでかい要素だな。だが密室トリックなんておよそやり尽くされてるんだ。そこいらの書店で密室ミステリーを数冊買ってくりゃ、どうせビンゴなトリックが見つかるだろうぜ。とにかく俺には思いつかないが、どうにかやりくりすりゃ人間にできないことはないだろうって断言できる。それはひどい暴論じゃないかい？説明できないのに人間に可能だと断言できるなんてめちゃめちゃだよ。何がどうめちゃめちゃなんだよ。兄貴たちは何を思考停止してんだよ。一見できなさそうに見えてもどうせできるんだよ。それがお約束ってもんだろうが。めちゃめちゃなのはバトラーの方だぜ。人間にできるってんなら説明してみろよ。できねえだろ。できなきゃすぐに犯人は魔女ってことで落ち着くのかよ。その論法で言っちまったら世界中の未解決事件は全部魔女が犯人ってことで決着しちまうぞ。バトラは問題をすり替えてるし、何も説明してない。マリアたちは人間にはできない、だから人間じゃない存在が犯人、それが魔女だとそう言っている。なのにバトラは説明できないけど魔女はありえないとか一方的な決めつけで言ってる。まるで無知な時代の人類のようだね。地球が回ってるはずがない、説明はできないけど宇宙が地球を中心に回ってるんだと言い張る愚か者のよう。なんだか気に入らねえ論法だが、つまりお前らはこう言いたいのかよ。人間に可能だと説明できないなら犯人が魔女ベアトリーチェであることを受け入れろってことかよ。そこまで押し付けているわけではありません。ただバトラ様が何を根拠にそのような世前事を言い出すのかと思いまして。世前事ってなあ、俺ってさっきからそんなに変なこと言ってるか？おかしいのは俺なのか？さっきからえれえ不愉快だぞ。バトラ様、僕は自分が死んだ時ボイラー室で存在しないはずの19人目に殺されています。それが人間の仕業だと説明できるのですか？あの時、18人の所在は全員がはっきりしていました。にもかかわらず、僕は殺されている。その件も劇中で言ってるぜ。例えば、熊沢のばあちゃんが、カノン君がボイラー室に降りてからすぐ後を追ったと言ってるが、実は嘘かもしれねえ。一緒にボイラー室に入って、不意をついてぶっすり行っちまったのかもしれねえ。あるいはボイラー室に踏み込むと何かのトラップが発動して例のアイスピックが打ち込まれるように仕掛けられていたのかもしれない。何しろ焼却炉からは爺様の遺体の悪臭だ。必ず誰かがやってくるわけだから、仕掛けだけ施せば犯人はその場を離れカノン君の死亡時刻にアリバイを作ることは十分できる。ボイラー室のトラップってどんなのですか？そうだよ、あの後すぐみんながボイラー室に駆けつけた。でもそんな変な仕掛けは見つけられなかったじゃないか。さようです、バトラ様。
どんな仕掛けで、僕は殺されたというのですか？いや、それはわからねえ。でも、とにかく、何かの仕掛けをうまくやってたな。あるいは、誰かが嘘をついて、こうも考えられるぜ。そもそもあれは、カノン君の自作自演だったとかな？そうだ自作自演だ。エヴァおばさんたちも自作自演なんだよ。自分で密室を作り、死んだふりをした。バトラー、お前、さっきから頭大丈夫か？冷たいお飲み物でもお持ちしましょうか？そこまでアーレミの目で見られるほど妙なことは言ってねえだろ。俺はあくまでも、トリックを考える上での可能性について言っただけだぜ。それにほら、死者が実は死んでないなんて、推理者のお約束じゃねえかよ。お約束って？つまりだ、カノン君が殺された時、確かに俺たち全員の所在ははっきりしていた。そして、熊沢のばあちゃんも嘘はついてないとする。でも、それは生存者だけの話だ。もし、死んだふりをして犠牲者に混じり、姿をくらましていた犯人が別行動をしていたとしたら、すべては説明できる。つまり、エヴァおばさんたちが犯人だと言いたいわけか？でも、おばさんたちの死亡については、南條先生が医者として判断してるぜ。そうです。南條先生は、すべての犠牲者について確認しています。もしバトラ様の説を採用するなら、南條先生も犯人。ということになりますか？そうだな。南條先生が犯人の一味で、嘘の死亡宣告をしていたかもしれないと考えりゃ、話は変わってくるぜ。ほら、これも推理者のお約束じゃねえかよ。でも南條先生も殺されたよ。それは、だな。そうさ、南條先生は偽装師なんだ。何しろ、南條先生以外に検視ができる奴はいねえし、あの時はもう混乱してる状況から、本当に脈が止まってるかなんて、のんびり確かめてる暇もなかったぜ。この論法なら、死者は誰だって歩き回れたことになる。私たち最初の6人は、難しかったんじゃないかと思います。だって、シャッターを閉められた上に、内側からは開けられない南京錠をかけられちゃいましたし。そうだぜ。その鍵は母さんが預かった。じゃあ、母さんも犯人の一味だってのかよ。いやいや。最初の6人は無理そうだが、エヴァおばさんたちは外から鍵をかけただけだろ？なら、内側から開けられるし。そうさ、俺たちが部屋を出た後、窓から飛び出して、ボイラー室に先回りしたとか。苦しいか？あるいは、南條先生も検視を誤ったとかな？ほら、自分でも言ってたぜ。検視は誤信率が高いとかって、うまく偽装したとか、身代わり死体を用意したとかで死をごまかしたんだ。方法やトリックはこれから考えるとして、とにかく、19人目を否定することはそう難しいことじゃないんだ。ましてや、魔女？それだけは断じてありえねえ。バトラがさっきからなんで堅くなにみんなの中に犯人がいるようにしたいのかわかんない。つまりバトラは親族の誰かを疑いたいんだよね。そういうわけじゃね。ただその、安易に19人目を肯定はできねえし、仮にいたとしても、それは人間だって見地から話を構築すべきであって、それら全部を否定しきった最後の最後で、苦し紛れに出てくるのが魔女だろって話をしたいんだ。魔女なんているわけないだろ。なんでさっきからみんなは、魔女が犯人ってことでひょいひょい納得したがるんだ？そりゃ、身内に殺人犯がいると思いたくねえ家族愛は立派さ。でも、それでごまかしちまっていいのかよ。あれだけ大勢を殺した、憎き犯人を見つけ出したいとは思わねえのかよ。兄貴だって、両親の仇を見つけたいだろ。ジェシカだって、カノン君の仇を。そして、カノン君だって、シャノンちゃんの仇を見つけたいだろ。シャノンちゃんだって、自分を殺したのが誰なのか知りたいはずだ。なんでこう、パーンと全面降伏して、魔女が犯人ってことになっちまうんだよ。お前ら、さっきから何なんだ。